強い寒気の影響で今日は日本海側では大雪そして吹雪が続きそうです。こちら新潟県内からいただいたウェザーリポートになりますが、屋根の上にも雪が、ね、積もっているのが分かります。よく見ますと、ね、雪が、ね、横殴りに降っているような形です。吹雪いていますと、リポートいただきました。こういった吹雪ですと、ね、車運転中急に見通しが悪くなるようなこともありますのでお気をつけください。では天気図から見ていきましょう。午前3時の実況天気図ですが、西に高気圧、そして東に低気圧、西高東低の冬型の気圧配置が続いています。等圧線の、ね、間隔も狭くなっています。北風が強く吹いて、まあ、雪を伴うと吹雪といった状況です。そしてこの冬型の影響で寒気が南下しています。かなり強い寒気ですね。上空1500メートル付近を見ますと、降れば雪の目安となるマイナス6度の空気が、まあ、九州北部から本州四国をすっぽり覆っているような形です。またマイナス12度が北陸、まあ、東部以北を覆っているといった状況ですね。強い雪、大雪になりやすいパターンですし、あと太平洋側にも雪雲が流れ込みやすく、また近畿中部でも雪が降りやすい状況がこういった寒気から見受けられます。ではその予想を見ていきましょう。午前9時からの予想になります。今日は降ればほとんどのところで雪ということになりそうですね。西日本は午前中を中心に雪が降りやすくなります。北海道札幌などは午前中晴れ間があったとしても、午後特に夕方以降雪が降りやすくなりますし、まあ、その他本州の日本海側、北陸から東北の日本海側ですね、夜にかけても、雪が降りやすく、山沿いを中心に、雪の量がまとまりそうです。多いところでは明日の朝にかけて、まあ、30センチから40センチぐらいの、雪、積雪量が、増えそうです。大雪に対しての、ね、備え引き続き行ってください。また風も強いですから吹雪にもお気をつけください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。